1100の、C 型の紹介です。カーボンマフラーついてます。メーカーの名前は書いてないですけども、まあこの手のマフラーを作れるメーカーはかなり数が限られているので、大体の当たりは作れますけども、はい、かなり調子は良好です。一応走行距離4万キロ走ってるんですけども、もうこのクラスになるともうエンジンサイズから言っても軽自動車よりも大きいです。 1100cc なんで、下手したらまあ小型の乗用車なんかよりも排気量があります。で、まあ、車で4万キロってのは全然走ってない方だと思うんですけども、バイクであるってことを差し引いても、まあ、そのクラスになって4万キロってのは大したことじゃないです。もちろんメンテをしてもらうっていうのは、まあ、大事なことなんですけども、中型以下のバイクとは、少し条件があります。よいしょ。カーボンマフラーですね。爆音というわけじゃないんですけども、かなり低音を聞いた音が出ます。基本的に、直が必要であるときとないとき、両方とも手入れは大体一発で、始動しています。GGR の、まあ、忍者ですね。忍者は、昔1996年、から5年間でしたかね、ちょっと記憶あやふやなんですけども、世界で一番速いバイクと言われてました。スピードメーター320キロまで振ってあります。つまりそのくらい出ます。出しちゃダメです。免許があっちの世界に行ってしまう。日本じゃ出すことないんですけども、まあ、それだけの性能を持っているバイクという感じですね。で、特徴的なのはこのラム圧加圧システム。ラム圧というのはバイクが走っているときに前から受ける風の圧力のことです。でそのラム圧をここから吸い込んで、キャブレターに当てて、キャブレーターからガソリンと、空気を混ぜてエンジンに吸わせます。 NA の場合 NA、ノンアスピレーション、ナチュラルアスピレーション、まあ、両方言うんですけども、自然吸気の場合ですと高速回転域になると空気の流れ、空気も粘りがありますので、速くなればなるほど空気っていうのは動きづらくなっています。水を想像してくれれば分かると思うんですけども、ホースでゆっくり流している分には大丈夫なんですけど、早く流すと圧力がかかってくるわけですね。でそれだけの空気流体には粘性がありますので、速い流れの時は逆に圧力を加えてやった方がエンジンというのは性能が出ます。それを機械的に行っているのがターボです。バイクにターボをつけるとかなり、構造が複雑になってしまうので、現在ターボバイクというのは発売されてないですけども、まあ、川崎もホンダも昔は、1台ずつ出してました。で、そのターボに代わる、まあ、ちょっとした小細工ですね。それが、まあ、ラム圧加圧なんですけども、だいたい効いてくるのが300キロから先ですね。まあ、少なく持っても290キロ以上出さないと効いてこない。290キロ以上出すとそのくらいの速度域の加圧でだいたい 10% の馬力アップができるそうです。まあこんだけしか穴がないんで、このちっちゃい穴の中に、たくさん空気が詰め込まれるとしたら、まあ、やっぱりそのくらいの速度域かもしれない。ちなみにオプションパーツでこの穴をこうなんかラッパ型にこう空気いっぱい集められるようにするやつが出てたりするんですけども、まあ、多分年長変わるのでやめた方がいい。というで、現在このラム圧加圧っていうのは、この GGR を皮切りに、ほとんど全ての、GGR 系のバイクに今では装備されています。多分現行のやつもついてます。はい、じゃあちょっと、車体がでかいんであまり軽快に走り回ることはできないんですけども、でも走ってみたいと思います。
在ですね、手元の温度計で36度を指してます。タンクもかなり熱いんでミニグリップできないです。なのでどうでもないです。こんな感じで、きちんと性能も出てる、一台です。車検もすぐに取れますんで、夏から秋にかけての高速ツーリングに、ぜひいかがでしょうか。この機会にどうぞよろしくお願いします。